嫌いで好きでもない仕事の職場に行って上司からしょっちゅう怒られてて、仕事も帰れないしずっとやってないといけない。でやっと帰って睡眠不足でもう本当に落ち込んでて、でその自分の週末に部屋の片付けをやりなさいとかいう命令出してできると思うかい。Hey you guys! Thank you so much for checking out Chris's room! 今日もクリスの部屋を見てくれて本当にありがとうございます。心から感謝です。今日はですね、実はLINE の方から質問がありまして、このやる気をキープさせるにはね、5秒の法則でやる気を始めることができてもすぐやめてしまうっていうね、やる気をどうやってずっとキープさせるのかっていう方法を知りたい人いませんか？それについて今日ちょっとお話しできればと思います。Alright!じゃあね、ちょっとバッチリガツ言うと、やる気が続かない人ね、どうやればやる気が続くの？自分にご褒美を与えるとやる気がめっちゃ出てキープします。本当に本当にそれだけね。どういうことかというと、あなたは自分に優しくないんだよ。自分に厳しいんだよね、自分にご褒美をあげないと。ご褒美、何、ドーナツ、なんかアイスね、これ頑張ったらビール、ちゃう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 、ゲームやっていいの、ちゃう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 。自分の人生に一番必要なビジョンとかね、本当に旅に行くとかめちゃくちゃワクワクすることを自分に与えてない。だから自分に厳しいんだよ。これね、ドクター・ピーターソンが12のルールの中でルール3ぐらいでちょっとなんかはみたいな感じで面白い話で話してることなんだけどね、あなたは自分に対していいボスですかね、あなたは自分に対していい上司、いいボス、あなた自分に辛い、自分に優しい、そしてあなたは自分に対していい部下ですか？ちゃんとね、自分に大切なことをやれる？やってる？面白いでしょ？面白いね。ね、これもちょっとね、扁桃体とかね、その師匠とかね、アミグダラとか脳の中に入ってくることなんだけどね、その the limbic system, right?その自分の脳には、まあ、爬虫類と哺乳類と人間脳っていうのがあるよね。その何かが起こった時に、ね、これは危険なのか、これは虎だよって、ね、それを判断する脳、ね、いやこれは虎じゃなくて大丈夫だよっていう、それを冷静に話せる脳、この人間の脳のことなんだよね。でこの何かが起こってる時に実は虎が出てきたらやっぱ逃げた方がいいわけよ。でそうするとストレスホルモンが体の中に流れてきてうわって逃げるよ ね。でも自分の人生の中には、ね、虎じゃないんだけど虎だって勘違いしてることがいっぱいあるわけよ。例えば人の目線がクッてなるとキュッてなっちゃう、ね、それ虎じゃないんだよ、ね、奥さんから何か言われる、虎じゃないんだよ、ね、何かが起こると虎だって危ないと思ってるんだけど実は危なくないんだよ。例えば大学の受験っていうのは虎じゃないんだよね。でもいっぱい危ないって思ってるからもう本当にビクビクしてワクワクしてるわけよ ね。そういうことなんだけれども、このね、自分の中にはね、人間の脳っていうその冷静に、いやこれ虎じゃないからこうやっていこうよって自分にその命令をする部分みたいなのがあるんだよね、自分の脳の中に。でこの命令の部分が運動すると幸せなホルモンが流れてくるよって、スマイルすると本当に幸せな脳が流れてくるよってね、あそうだね、その命令する部分があって、その逆にね、その部下の部分っていうのもあって、そうだよねって、うん、運動した方がいいよねって、よしじゃあ運動しようって言って運動してくれる部分がいるわけよね。それのその部下の部分がやる気をキープしてくれるんだよね、僕は思うの。例えばその例えば運動を、よしじゃあね、今年は運動週3回30分ジョギングやるぞって決めました、ね、そしてよし雨降ってるわけよ、
ね、で雨降ってて外寒いわけよ、ね、でよしじゃあでも運動しないといけないわけよ。その命令の部分が運動しないといけないから運動するんだって決めました、ね、でこの部分部下の部分が今からその運動するんだけど、あ外雨降ってて寒いわけよ。いや行きたくないよ、違う行きたくねえし行かねえしって思ってるわけよ。でその部下の部分が、じゃその上司の部分は、ね、その部下の部分にどう話す、ね、面白いでしょ、ね、その上司の部分、あなた自分に優しい、いやそうだよね雨降っててジョギングしたくないよね辛いよねって、いやありがとうって、そう自分に話してる。それかその上司の部分はお前本当にできないやつなんて、まあ、本当に運動するって決めたのにそれぐらいもできねえのかよって本当に嫌だよなって、ね、それが自分の部下の部分が聞いてたら自分の上司の部分どう思う？怖いよね。ねえその上司がお前走って来いって言ってる時に嫌だよってなるよね、逃げたくなるよね。まさにこの恐怖の部分が入ってきて、この扁桃体のアミグラが入ってきて、ね、このピチュアトリーグランドからホルモンが流れるよね、ストレスホルモンが、ね、コルゾンとかアドレナリンが流れるよね、マジで体も実際に変わってくるよね。そういうふうに自分に話してると、ね、だからこの自分のやる気が出ない人、やる気が続かない人はもうあなたは疲れてるのよ、もういいのよ、もう中にはもう人生なんてもうどうでもいいぜって思ってる人もいっぱいいると思うんだよね。もういつも若い時からこれやれこれやれこれやれって言われて、学校の時からこれうまく言わないと学校の先生から怒られるし、で丸バツ感覚でテストを合格しないと俺がダメってなっちゃうし、で頑張ってんのに難しいし、でなんかちょっとミスしたら周りのクラスメートからねえあいつ、ね、ずっとからかわれるし、で今度しっかり勉強できないとお父さんとかが出てきて、お前本当にこのぐらいできるようになれって、ね、ちょっと落としちゃったらパパ僕こういう仕事やりたいんだって言ったら、お前何言ってんだバカ野郎、そんなのできるわけねえだろ、しかも仕事っていうのは辛いからお金もらってんだよって、そうなんだって、ね、ああ自分これもできないしこれもできないし、で今度よしじゃあ今度ね、よし新しい年だからこういうのにチャレンジしてみようって言ってちょっとチャレンジするじゃん、でちょっとそれができないよね、できなくなっちゃうと何が起こる、やっぱ俺ダメだよな、俺なんてできねえよって、ね、だその自分の部下の部分がもういいよって思ってる、もう疲れてるの。でそんな疲れてる部下に人にね、これやってってね、例えばね、その平日通勤時間45分から1時間半かけてね、嫌いで好きでもない仕事の職場に行って上司からしょっちゅう怒られてて、で仕事も帰れないしずっとやってないといけない、でやっと帰って睡眠不足でもう本当に落ち込んでて、でそんな自分がいて、でその自分の週末に部屋の片付けをやりなさいとかいう命令出してできると思うかい、よし5秒のルールでやってみようって5、4、3、2、ああできたできたやったできたってね、でそれが続くかい、続くわけないんだよ、疲れてんのよ、もういいの、その子その部下は、でその部下は何を求めてると、何を求めて幸せになりたいんだよ、大丈夫だよって言われたいんだよ、いつもありがとうって言ってあげるんだよ、その頑張ってる自分に、まあ、本当にありがとうな、ここまでいつもいて俺を守ってくれて本当にありがとうって自分に言ってあげるんだよ、え、そんな俺仕事うまくいってるからそんなこと自分に言わなくていいんだ、そういうことじゃないんだよ、仕事うまくいってんだったらまさにその自分にありがとうって言ってあげるんだよ、え、でそうするとどうなる、
この自分の部下の部分とコミュニケーションが取れるようになるんだよね。でこのコミュニケーションが取れるようになるとどうなるっていうと、実際に脳の中で幸せホルモン、ハッピーホルモンがリリースされるんですよ。セロトニン、ね、ドーパミン、いろんな脳がワクワクを感じてくるんだよ。え、大丈夫なんだ、幸せになっていいの、ちょっと休んでいい、大丈夫だよ、ごめん、ちょっと今本当に片付けとかできなくて、いやいや今本当に今週十分頑張ったから片付けなんてしなくてもいいよ、ね、こんなの習慣にして冷静に考えるから当たりもできるし、じゃあさ、お願いがあるんだけど20秒だけちょっと片付け一緒に僕とやってくれないかな。うん、分かった、じゃあ20秒だけ片付けやってくるね、ありがとうって、これやったらあのポッキー食べていいよとかね、アイス食べていいよって、本当にって、この時に自分の部下に嘘ついちゃダメだよ。自分のこのいつも疲れて頑張ってくれてる部下にポッキーあげるよとかアイスあげるよって入れた時に、で片付け終わったらその後によし君できたね、じゃあもっと辛いのやろうぜって、もっとやり続けようね、このやり方はいかんよ、その部下はにアイスあげないといけないよ、ポッキーあげないといけないよ、ちょっと寝とふりの20分とか30分とか1時間とかあげないとダメだよ。そうするのよ。そうするとこの自分の人間で論理的にこれやった方が絶対自分にいいよねって言って、よしいざとやろうぜっていう時に、その部下がうんやろうぜってなってくれるんだよ。でこの自分の脳の中の上司とバランスのこのコミュニケーションを持てるようになるとね、すっごいよ、すっごいよ、本当に人生変わるぜ。もうそう、もう部下が喜んでね、今日ちょっとジョギングしましょうよって、で昨日15分やったけど今日はちょっと僕なんか20分できる感じするんすとか言って、ふうやったじゃん、思ってくれじゃん、あなんかジャーナリングってすごい頭にいいみたいだからジャーナリングしましょうよとか言って勝手にやってくれる、あちょっと散らかってますんで散らか片付けますねとか言って自分が勝手に片付け始めるんだよ。これでまたワクワクして、で幸せホルモンが流れてきてね、えでなんかそれでなんかここで通勤時間辛いけどバンってやるじゃん、その時にバンってやられるじゃん、で普段だったらにねって並ぶんだけど、この自分の僕が大丈夫っすよって言って、あの人は多分すごいなんか朝が辛くて仕事も辛いんで全然気にしなくて大丈夫ですよとか言ってくれるわけよ。でなんか仕事の中で上司と変なことが起こるじゃん、バーンって立ち上がって大丈夫っすよ、あの上司はもう本当は実はいい人なんですけど今辛いんですよねって、その部下がいやちょっとクリスさん思ってるんですけどもうちょっと得意で好きなこと仕事できると思うんですよとか言って、なんなのこれセロトニンのさいっぱい流れてけるもう本当にこうなってくるんだよね。でこのね、部下に思い切っていっぱいご褒美をあげてもらいたいんですね。それは旅行に行くっていうのすごいいいと思うんだよね。普段やってないちょっと大きい、それに5000円使っちゃう、その旅に1万円使っちゃうみたいな、ね、1万円安いって感じたら2、3万円でもいいんだけど5万円でもいいんだけど、ね、普段やらない自分のご褒美が、ね、PS4 をやってネットフリーを見るとかドミノピザを頼むとかそういうのもすごいいいんだ、まあ、そういうご褒美じゃなくて、ね、本当にその部下が幸せって思えるところを自分の部下ポコンって入れちゃうわけよ。例えばタイに行ってタイのビーチでもう本当に2日間でもいいからね、そのビーチでなんか何もしないでなんかあーって太陽を浴びるとか、うわーこれ良さそうだなっていうのをバーンって自分にやるの。そうするとその撃たれてた部下がぐわって復活するのよ。で部下がよしじゃあこうやって一緒にやりましょうってなるわけよ。でやる気が続いてないっていうのはその部下が疲れてるのよ、ね、いややだよそんなのやりたくないよ休みたいよって、それは自分のイナーチャイルドみたいな感じで本当にそのそうだよねって会話していかないといけないんだよね。で多分僕の直感で言うと
その自分の人間脳とリンビックシステム、この、まあ、そのね、爬虫類の脳とか、ね、動物の哺乳類の脳のこの中のそれと人間脳のその会話だと思うんだよね。論理的に話していくっていうことが大切だと思います。 Alright. なのでこのやる気が続かない、ね、っていう人たちは必ずやらないといけないことができていない、もう本当に簡単なシンプルなことができていないっていう、それがシンプル、ドクタークリス、お医者さんクリスが、もしやる気が続かないっていう人は他にもこのような現状が現れていると思います。それはやらないといけないことができていない、当たり前なんだけど、でそれができていないから自分にすっごい罪悪感を感じている。だからこの罪悪感を感じているその自分の上司の部分というのが、この人間脳の部分がその下の部分に、お前本当にできないね、なんでやらないの。だから例えば食器を片付けるとか掃除機をかけるとか、週末にね買い物に行かないといけないっていう時に、よし買い物行こうぜっていう、行かないといけないんだっていう時に、行きたくないよって言って、お前行けよって言って、行けない、俺は行けない自分だとか言って PS4 を涙流しながらこうやってんだよね。これ注意しないと、まあ、本当にいろんなね、日本はね、いろんなお薬があんまりないからいい国なんだけど、これがアメリカとかだったら、いろんなお薬とか、お薬の中毒とかになりやすい現象なんですよね。アルコールとか、あとギャンブルとかパチンコとか、すぐこのエンドルフィンが流れるような習慣に変えていくっていうのがあるので、本当にこういう場合は結果にフォーカスしないで、何にするかっていうのをフォーカスしてくださいね。結果っていうのは、もしこうやって、俺本当に食器片付けないといけないんだ、掃除機かけないといけないんだ、なんでできないんだろうって言って、その掃除機をかけるっていうところにフォーカスしなくて大丈夫です。この直し方は本当にこれで治るよ、マジね、マジこれ3ヶ月やってると本当にマジ治っちゃう、治るよ、大丈夫だよ、心配しなくて大丈夫だよ、そりゃもう本当に、ね、心配しないでね。 Alright. で何をすればいいのかっていうと、ね、自分にゆっくり話しかけるので、いいの、他の人が自分これお前できねえなとか思って、そんなのいいのよ、今はゆっくりする時期なの、ね、そうやってもう本当に大変なんだから人生で、子供の時からこれやれ丸抜感覚で、私はできないできますとか言って、もうゆっくりその頑張ってきた自分、その部下みたいな自分にゆっくりゆっくりもうご褒美とか休みとかを与えて、でそうすると元気になってくるよ、本当に。そうやって、ね、5秒の方法を使って自分の脳を騙すとかそういうことしなくていいんだよ、自分がやりたいってなるから。どうやったらやりたいことをできるようになる秘密はあるんですかって言って、5秒のルールで自分を騙す、ね、5秒間考えなかったらこの、ね、会話が、自分の部下が5秒考えないと分かんないからって言って、騙さなくていいよ、そのやり方やってるとある程度しかいかないよ。でもこうやって自分の心の内面と向き合ってゆっくり会話をしていくと永遠に伸び続けるよ。見てごらん、今お金がないとか、今嫌いなこと仕事にしてるとかね、そう思ってる人たちもいるかもしれないけど、これやってみ、3年後5年後メンタル、ジェダイマインドになってるよ、もう幸せホルモンがいっぱい流れてて本当に変わってくるよ。 Alright. なんかメッセージあったよね。そうだ、ぜひですね、チャンネル登録をお願いするっていうのがあったよな。ちょっと皆さんぜひね、このビデオが役に立ったら本当にね、なんか Facebook にシェアするとか、みんなに送ってあげていただければ幸いです。やっぱりね、こういうのをシェアするっていうのは恥ずかしいよね。うん、恥ずかしいなって感じてる人はぜひね、LIKE ボタンを押していただければ全然大丈夫です、無理しないでください。でもなんかこういうの面白いなって思ったら、ぜひね、シェアしてあげれば幸いです。本当に10代、ね、10代以下、20代、30代、40代、50代、60代、70代、80代になっても本当に大切なトピックだと思いますので、ぜひこれが役に立ったって思ったら本当にね、クリックしていただければ幸いです。でコメント、ぜひですね、下のコメントとかにどのようなことをについて見たいのか知りたいのかっていうのを教えていただければ、で LINE での質問を受け取っています。 LINE はポーン
ここからですね、 LINE の友達、今ねちょっとあの友達がちょっと増えちゃって全員のコメントをかけるっていうことが今できてないんですけれども、ぜひですねそこに質問をしていただければ、ちょっと僕一応目を通してますので、今後のビデオの参考にさせていただいております。 Alright you guys, I love you guys and I'll see you next week.